型紙を切り取ります。画用紙とホッチキスで留めます。3枚ぐらいは一緒にいけます。ホッチキスで留めたものです。留めたまま切っていきます。最後にホッチキスで留めた部分を切り落とします。同じようにして7枚作ります。ゴールドのペンで花芯を描いていきます。重ねて貼る部分には描かなくても構いません。全部描けたら重ねる部分をのり付けしていきます。そしてそのまま折りつぶします。7つできたらボンドで貼っていきます。ボンドをつける順番を書いてみました。まず1番にこの端とここ、この端にほんの少しだけつけます。そして花びらが重なるように貼りましょう。次は2番のところに貼ります。少しだけつけます。次は3番です。ピンクの花びら同士が重なるように置きます。最後は4番です。これでしっかりと貼り付けましょう。ゆっくり開いてみます。うまく貼れています。まだ完全に乾いていないので少し時間を置きましょう。乾かしている間に花びらを作りましょう。同じように画用紙にホッチキスで留めて切っていきます。厚紙を2枚用意します。1枚は一回り大きい大きさです。内側になる方を半分に折ります。外側になる方も半分に折ります。角を丸く落とします。それに合わせて外側も少し落とします。内側になる方はさらに折ります。そして先ほど作った仕組みをここに貼り込んでいきます。ボンドをつけるのはこの一番端のところです。折り目に合わせて貼りましょう。こちらにもボンドをつけてこう重ねます。これでしっかりと乾くのを待ちます。しっかりと貼り付いたら
ぎゅっと広げます。そして先ほど作った一回り大きい台紙に貼ります。この部分にボンドをつけます。これで2つの花が飛び出すカードができました。短く切ったリボンか糸にボンドをつけます。花びら2枚で挟み込みます。こちらにもボンドをつけます。もう一つはこの間に挟み込みます。これがクリップの役をします。